ラトレゾルリの巻巻とは、第二次世界大戦時のドイツ占領下フランスで活動したレジスタンス組織の一つである。森や山など人里離れた場所に潜伏して活動した。この後には、地中海沿岸の干木が密生した植生の意味があり、ここから転じて、コルシカ島では、巻をやるという表現が、警察の追求や、他の一族からの復讐を逃れるため森に逃げ込むことを、 意味するようになった。マキをやった人のことをマキザールというが、この後はその後レジスタンス運動員の意味で使われるようになった。マキの大部分は活動地域の名前で呼ばれており、例えばベルコール山で活動しているマキは単にベルコールと呼ばれていた。マキの規模は10人程度から数千人に及ぶものまで様々だった。マキザールの大半はブルターニュ地方や 南フランスの山岳地帯に本拠を置き、ドイツ軍に対してゲリラ戦を展開したほか、撃墜されたアメリカ軍やイギリス軍の航空機から脱出したパイロットやユダヤ人の闘争の手助けもしていた。マキが村落からの略奪や虐殺に関与することもあったが、多くの場合マキに対して民衆は好意的で協力を期待できた。広く信じられているところによれば、マキは ビシー政府が行った徴用を拒否して、野に潜伏した若者たちによって作られたと言われている。この種の地下活動は、フランス南部や東部など、それに適した地形を持った地域でしか可能ではなかった。また、その土地の人々の協力が得られる場合には、人里離れた農家や、小さな村落などでも組織されることがあった。当然ながらマキは、レジスタンス活動を行っており、次第に、 全国的に組織されるようになった。ただし、アルジェリンジ政府に近いフォーセスフランセズでール、アンテルユール系列や、共産主義を報じるフラン、ティルルイ・パルチザンズ・フランセ系列など、いくつかの系列があった。1940年に、ウィンストン・チャーチルが作った、特殊作戦執行部の仲介で1943年に、イギリス軍から大量の人員が派遣された結果、 マキは急激な変化をこむった。アメリカ軍も、ソエと協力して戦略諜報局を介して大量の人員をフランスに派遣した。1944年6月6日のノルマンディ上陸作戦結構が近づくと、マキはドイツ軍の進軍を地帯させるためゲリラ攻撃を開始した。この間も、マキへの参加者は大幅に増え続けた。 特に8月15日のプロバンス上陸以降はゲリラ戦が盛んになった。ドイツ軍は1944年3月にはこの減少に気づきゲリラ相当を開始、オラドゥール・シュルグラヌやウェルコールなどレジスタンス活動が特に活発だった地域では過激な報復を行った。ノルマンディ上陸作戦の期間にはまきその他のレジスタンスグループは ドイツ軍増援部隊の到着を遅らせる上で無視できない役割を果たした。連合軍の進撃するにつれ、マキザールグループとドイツ軍の戦闘も激化した。例として、ナンシーウェイクが率いる7000人のマキザールは1944年6月20日に約2万2000人からなるドイツ軍を相手にした。マキザールグループの中には捕虜を取らないものもあったため、多くの場合、 ドイツ軍兵士は、マキの捕虜になるより、連合軍の捕虜になることを望んだ。一方、正規軍兵士でないマキのメンバーが、捕虜になると、拷問を受けたり、強制収容し送りとなり、再び戻ってくるものは少なかった。マキザールの政治的傾向は様々であり、右派的なナショナリストから左派的な共産主義者までを含んでいた。フランス南西のマキの中には、 スペイン内戦を経験した、スペイン人共和主義者たちだけから構成されたものも、あった。マキザールの表彰は、バスクフーベレイボーの着用である。バスクフーベレイボーは十分普及していたので、疑惑を招くこともなく、表彰として十分明瞭だったからである。ドゴール将軍のパリ解放によってマキは解散した。マキザールの多くは故郷に帰ったが、そのまま、フランス軍に参加して、 戦いを続ける者も,もいた。ありがとうございます。